しょう。好きな休日の過ごし方、はい、罪悪感のない怠惰な生活。ちょっとね、かぶっちゃった感あるな。なんか似てるな。方向性が。好きな休日の過ごし方は、うん、全てを忘れて何も考えないでただひたすらボケーとしながら天井を見たい。え？あの、人間性を放棄して。絶対何かやんなきゃいけないことがあるんだよ。うんうん、あのもう先延ばし癖がひどすぎて、常にあの締め切り切れてる何かがあって、もう切れてるんや。まあ、切れてるとは限らないんだけど、あ、まあ、その状態でやっぱちょっと過ごしちゃってるから、あ、それが ないという状態が理想。それいい、わかる。あ、そういうことね。その気になればすぐ返事ができる何かがあるのに。そう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 、ね、超わかるわそれ。なんかすごい現実的。でもなんか締め切りがあるのは、うん、死ぬこととさ似てるなって思う。あれ？哲学者か。これ何の番組？いや、やっぱ人間はタイムリミットがある。そうだね。で、締め切りもタイムリミットがある。うん、だからそれを守れないやつが、あの人生を楽しく生きれるわけがない。え？すっごい。なんか全否定。説教を受けてるんですけど。EM も締め切りを守らない。じゃあダメだ。じゃあ二人苦しんで。イエーイ。でも楽しい。こいつらマジ。こいつらやべえ。最近納得がいかないこと。健康保険。健康保険。え？いや高くない。わかるよ。めっちゃわかる。めっちゃわかる。すげえ高いよマジ。いや実費で払った方がなんかいいんじゃないか。わかるわ。でも国民の。義務でしょ。義務だよ、義務。メリットを感じないっていう。あ、そうだ、あんまり病院関心ね。そう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 。納得いかん。それってあなたの感想とかね、なんかそういうこと言っちゃいそうなんで、緩めなコーナー行っときましょう。